皆さんこんにちは、奈良岡二子です。今回はこちらのまじょまじょからこの夏限定コスメが出たので、こちらをレビューしていきたいと思います。この夏限定で何色か出てるアイテムなんですが、私はこちらのリキッドアイライナー、そしてこちらのアイシャドウを購入してきました。まずリキッドのアイライナーの方はマジョリカマジョルカジェルリキッドライナーオレンジフィーバー、オレンジ色のアイライナーです。かなりピタッと肌に密着して描くことができるということで、まあこの夏にぴったりなテクスチャーなんじゃないかなと思います。ここがね、あのボールペンみたいな感じでこうクリック式になってるので、このライナーあんまり描き慣れてないっていう方でもこの液、出る液の調整が結構簡単にできるので、まあ描きすぎちゃったりとか、まあ、しづらいんじゃないかなと思います。で、手に描いてみるとこんな感じです。で、見てわかるようにかなり発色がいいです。蛍光オレンジとかなのかなって思ったんですけど、手に描いてみるとね、意外とこう馴染みのいい、肌馴染みのいいカラーだなと思いました。で、オレンジはオレンジなんだけど、ちょっとね、赤みもあります。なんだろう、朱色とかちょっとこう柔らかい感じの赤みがあるので、そんなにね、こう浮いちゃわない。だけどしっかりあのラインとしての強調性はあるので、なんかいろいろ普段メイクにも取り入れやすいかなと思います。そしてこちらのアイシャドウの方はマジョリカマジョルカマジョルックイルミネーターというカラーです。で、こちらのカラーも、これも夏限定なんですけど、これともう一つ、ちょっとブルー系のものが入ったカラーのアイシャドウもあったんですが、まあ、このアイライナーが、まあ、オレンジだったので、これと併用してね、なんか使えるのが欲しいなと思って、こちらのちょっとオレンジを基調とした、まあ、使いやすそうなね、ゴールド系ブラウン系の色だったので、こちらを買ってきました。ちょっと左側から順番にアイホール全体、そして二重幅、そしてここは目の際に塗るだけで簡単にグラデーションができちゃうので、まあ、この夏の限定カラーということですけど、これはもう本当に定番のカラーでずっと使っていけるかなと思います。で、このこれがいい。あのね、これ下地なんですよ、アイシャドウベースなので。アイシャドウベースがついてるこのなんていうのかな、パレットというか、この全部いい感じにあるのを私は今まで使ったことがなかったので、これ1個ポーチに入れとけば、まあ、外でお化粧するときとかでも、もうね、他に何もいらないので、すごいいいなと思いました。で、このアイシャドウベース、ちょっとピンク色に見えますけど、目にね、塗ってみるとそんなにね、色づかないんですよ。そこまでほら、あんまり分かんなくないですか。だからまあこれでね、結構ピンク味が強かったらちょっと使いづらいかなって思ったんだけど、この色であれば、まあこの上に何か別の色のシャドウをのせるんであっても、そこまで浮いちゃわないし、しかも本当にすごい細かい繊細なパールが入ってくれるので、あのね、肌がすごく綺麗に見えるように思います。と、まあこのね、2つを買ってきたので、まあこの夏にちょっと映えそうな、こうなんだろう、フェスとかに合いそうな感じで、ちょっとメイクを、アイメイクだけですけど、してきてみようと思います。まずこのアイシャドウベースで両目ですね、両目塗っていきます。一番左のカラーを、アイホール全体に塗っていきます。あんまりね、変化わかんないと思うんですけど、これはね、ちょっぴりこうオレンジ味があるので馴染みがいいです。で、この状態に多分このね、オレンジのリキッドをね、引くだけでも可愛いと思うんで、ちょっとそれで描いてみます。ちょっとだいぶね、がっつりめに上げてみるとこんな感じになった。どうですか？これね、結構遠くで見てもわかるぐらいの色なんですよ。なんで可愛い、うん、夏らしい、夏のこう日差しに映えるようなね、ラインだと思います。で、まあ、これだけでも多分十分ね、こうインパクトがあるのでですけど、でもね、ちょっと寂しいなって私は思っちゃうので、これを描いた上から先ほどのこのシャドウでまたグラデーションを少
作っていきたいと思います。今度真ん中の色ですね。真ん中の色をこれは二重幅よりちょっと上ぐらいに描いていきます。こんな感じです。かなりオレンジ味の強いブラウンというかゴールド、ブラウンゴールドですね。最後目の際にこちらの一番濃い色をつけていきたいと思います。はい、ということでアイシャドウすべて塗ってみるとこんな感じです。なんかアイシャドウをこう塗ってるこうベースの次の一番薄い色を塗ってからこのラインを引くとなんか程よくこうなんですかね、次のこうアイシャドウを塗ってるうちに程よくこう色がね落ち着いてくるというか、あのその上からね濃い色のシャドウとかをのせるので程よく馴染んでくれるんじゃないかなと思います。ただまあしっかりこのラインのね色を見せたいときはやっぱりこう全てアイシャドウを描いてからの方がしっかり映えます。この上からさらに塗るとがっつりこれぐらいがっつり引いちゃっても可愛いんじゃないかな。こういうアイメイクだけとかワンポイントだけにはっきりした色を入れてあげることでこう、まあ、チークであったりとかリップとかも塗らなくてもかなりねこう肌全体顔色全体がこうパッと明るく見えるように感じたので、まあ夏とかね結構汗で全部どうせギトギトになっちゃうし、こういうワンポイントどっかにねカラーを入れてあげるとなんか夏いろいろ楽しいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じでこのマジョマジョの限定カラーのアイメイクアイテムを紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録やツイッターもやっておりますのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。ということで奈良岡ニコでした。バイバーイ。